あなたの愛犬は幸せ。犬の幸福度チェック。愛犬の幸せは実は名前を呼ぶと嬉しそうに反応してくれる。幸せを感じてる犬はあなたに名前を呼ばれるとすぐに振り返ったり嬉しそうに駆け寄ってきてくれたりするねん。これはご主人に呼ばれることで良いことが起こるって学習してるからやねん。反対にあまり幸福度が高くない場合は無視したり近寄ってくる時に蛇行しながらゆっくり近寄ってきたりすることがあるんやで。あなたの愛犬はどっち？コマンドを指示すると積極的に従う。お座り、お手とか基本的なコマンドを指示すると勢いよくと積極的に従う場合、その一連の流れに楽しさやできたことへの達成感、褒められる喜びとかを感じてるね。コマンド指示って聞くと強い主従関係をイメージする人もいてるけど、犬にとってコマンドに従い褒められるまでの一連の流れはトレーニングというよりも遊びの延長線上として学習してることも多いね。コマンド指示に従うことを習慣づけることで、あなたと愛犬との絆が育まれることにもつながるから、日常的に取り入れてみてな。あなたは愛犬とコマンド遊びしてる？リラックスした様子でくつろぐ姿を目にする。室内でリラックスした様子でくつろぐ愛犬の姿を見かけることってある？これはあなたのいる環境に安心感や幸福感を感じてることの表れやねんで。犬はもともと警戒心の強い動物やから、少しでも不安要素のある場所じゃリラックスした姿を見せることはしないねん。だらんと脱力したように寝転がっていたり、お腹を見せるように仰向けになってたりするのは、それだけあなたに対して信頼感と安心感を感じてる証拠なんやで。あなたの愛犬は脱力してる？飼い主の姿が見えなくても落ち着いている？あなたの姿が見えなくなった時、ご主人どこって慌てて探す様子を見せると、愛されているって実感してしまうん違うかな？でもこの行動は必ずしも犬が幸せを感じてるとは限らへんねん。本当に幸福度の高い犬はあなたの姿が見えなくなってもご主人は絶対帰ってくるって確信を持ってるから落ち着いて待っていられるねん。他にも留守番中に問題行動を起こさず、のんびりと落ち着いてあなたの帰りを待っていられる犬もあなたとの生活に幸福を感じてるって言えるんやで。あなたの愛犬は落ち着いてお見送りしてくれる。コミュニケーションを取ると表情や動きが明るくなる。あなたが近づきコミュニケーションを取ろうとすると、どこか嬉しそうな態度や姿を見せてくれることも多いん違う？こうした行動も幸福度の高い犬が見せる特徴やねんで。日頃からあなたに愛情を注がれてることを認識してるから、あなたに構ってもらえることが幸せにつながってるんやで。あなたの愛犬は嬉しそうにコミュニケーション取ってくれる。まとめ。名前を呼ぶと嬉しそうに反応してくれる。コマンドを指示すると積極的に従う。リラックスした様子でくつろぐ姿を目にする。飼い主の姿が見えなくても落ち着いている。コミュニケーションを取ると表情や動きが明るくなる。何個当てはまってた？愛犬が幸せになればあなたも幸せになれる、ウィンウィンの関係なんやで。